おはようございます。釣り子 TV です。伝説の虫ルアーが今年新しく生まれ変わるっていうことでちょっと楽しみにしていたんですけども、店頭にいよいよ並んでいたっていうことで一つですね買ってきてみました。こちら今活の風神スパイダーが、今年バージョンからですね大幅にリニューアルして生まれ変わったということで、店頭に並んでいたんで早速買ってきてましたよ。価格はですね972円、スモールマウス対応トリプルフックハンガー付きということで、なるほどなるほど、どういう風に変わったかって、よく見ていこうということで、実はですね自分はいこれ旧パッケージ、これもですね箱入りで、ごそごそとボックスを漁っていたら出てきたので、ちょっとここら辺でですね新旧の風神スパイダーどうなってんのかどう変わったのかなんていうのを、細かく見ていこうかななんていうふうに、思います。よろしくお願いいたします。まずですね、こんな感じで、パッケージはガラッと変わりましたね。で後ろ説明書きがいろいろありますけども、ちょっと後でここら辺はよく読んでいこうかなって思いますが、まずこのワーム素材のところが、より浮力のあるですね素材に変わったっていうところと、あとはフックハンガーがついたよっていうことなんで、まずじゃあどうしよう、新しい方これを開けていきたいと思います。はい、で色は結構選べたんですけどね、一番視認性がいい、カメラなんかで写してても、見つけやすいんじゃないかなと思って派手なピンク色にしてみました。で専用のパッケージなんで結構カチッとついてますけども、1個じゃあ出してみて、もう本当一時代を作った、ワームですよねこれ。ワームっていうのかな、フローティングラバージグっていうんですかね。結構もう昔10年以上前になるんですかね、2005年に、今も別で自分でメーカーやられてますけどね、藤木純プロがこれをシークレットとして1年間トップ50のトーナメントで戦い抜いて、その年年間優勝を遂げているっていうことですごかったですね。で今はなんかこの使うルアーっていうのは開発なんか登録してないと使っちゃいけないとか、なんかそういうなんかルールがあるらしいんですけども、当時はそういったルール多分なかったと思うんで、まだ開発中のこの風神スパイダー名前だけ1年間出てたんですよね。で結構年間常に上位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 にいるなと。で肝は何ですかって言ったら、シークレットな風神スパイダー、どんな形なのか、どういうコンセプトなのか、虫っていうのは公開されてたかな、ちょっと忘れちゃったんですけども、とにかく風神スパイダーというめちゃくちゃ釣れる何かで全部釣っておりますっていう、そういうアナウンスで、で最後年間優勝した後に実はこんなルアーでしたっていうことで出てきたんですよね。このこれは昔の風神スパイダーですけどね。で何ですかね、このフローティングの樹脂製の浮くヘッドで、で後ろにこのワーム素材のこういった特殊なトレーラーがついていて、ピチャッと虫ルアーですね、浮いてこう一点で誘い続けて、あの頃は確かまだ亀山ダム戦なんていうのもあの年あったんじゃないかなと思いますけど、そういったところでも藤井スパイダーで釣ったよみたいな感じで結構上位の方にいらっしゃった。すげえな、なんだろう藤井スパイダー、亀山あんなトッププロがしのぎを削ってる中でバコバコと釣るルアーってのは何なんだろう、ずっと気になってたんですけどね。その年の最後にこういった小型の虫ルアーであるっていう、こういったフローティングヘッドにつけてあることによってめちゃくちゃ飛ぶ、で飛んで、でこのポッパー形状っていうわけじゃないんですけどね、ここのブレーキがかかるような頭で、糸はここのとこに結ぶんですけど、こことこのラバーを使ってですね、できるだけその場から動かないように動かないように一点シェイクがしやすい、でたまらず食いつく、でこういったちょっとこれ針のありますけどね、あのガードがついていて、こんな感じのルアーだったっていうことなんですね。
これが新しいヘッドなんで、裏にはここにトリプルフックをつけることができるフックハンガー、これがついてますね。でここにフェザーフックですかね、ちっちゃめの、調べたら水晶トラウトなんかで使う12番サイズって、結構一番小さいサイズのフェザーフックを背負わせることによって、オープンウォーターで誘い上げるときにめちゃくちゃフッキング率が良くなる、そういった風に書いてありましたね。でそういった時にはより針を下に向けたりするために、この針をカットして、ガードもオープンウォーターで使うからカットして、そうすると使いやすいよなんていう風に、今井プロのブログに書いてありましたが、これがまあじゃあまず新型ですね。じゃあ旧型はどうだったのかっていうと、まあこんな感じで、こんな感じのパッケージの違いで早速開けていきたいと思います。なんかね、一回開けてボックスとか入れちゃうとね、針が錆びちゃったりしてることがあって、だから使わないやつはもうここぞっていう時までこうケースに入れてこうかななんていうことで開けないで取っておいたんですね。はい、これがですね元祖オリジナルの風神スパイダーでございます。はいはい、まあ似てますよね。もちろん型は一緒なのかな、なんかすごい似てるように見えますが、あとの違いとしてはこれがですね、新しい方はフローティングのですね、どうなのかな、これ書いてないですね。ストラマ素材なのかな、うーん、裏はちょっといろいろ読んでおりますが、新開発のスケルトン系高浮力樹脂を採用し、まあまあこんな感じでちょっと以前のに比べて透明感のあるこういった後ろのワーム部分で、頭にこの見えづらいですね、見えるかな、フックハンガーついてるかついてないか、こういった違いがあるということですね。じゃあお次はですね、向き姿勢どうなのかなってことで、またボール持ってきてましたよ。これ昔の風神スパイダー、これを浮かべてますね。若干お尻がクテッて沈むような感じになっておりますが、まあまあでもこの高浮力ヘッドのおかげで浮いてますね。じゃあ新しいやつも浮かべてみますと、ほんとわずかなさ、ほんと気持ちですけども、水中から水面に出ているところがやっぱり新型の方がだいぶしっかりと浮いている。ちょっと横にすると水こぼれちゃうんであれですけども、旧型の方はですね、このボディのワームのところの3分の2ぐらいまでこれ入り込んでるんですよ、ピチャンって入れると。でこの新しい新型の方、より浮力の高い素材に変更した、透明感のある素材に変えたこちらのこれはですね、2分の1ぐらいですかね、ちょうどこの手が生えてるところぐらいで浮いてます。だからもうほんと気持ち微妙な差なんですけどね、こっちの方が高浮力で、基本はこのやっぱり針がついた状態だとこの針が重いから下向くようになってるんですね。そのためにここにトリプルフックを背負わせる場合はこっちの重りになり得るこの針とかモノガードをカットした方がクルリンチョとこう、行きやすいよ、こういうことなんじゃないかな。まあこれ結構落とした時の状況によってこっち向いてる時もあれば、こっち向いてる時もあるんですよね。ただまあまあどっちでもちゃんとバイトを深くさせれば、ちゃんと食いついてくれるんですけどね。元がこっち、元が結構いい、元々本当にいいやつですからね、本当微妙な差なんですけども、だいぶパワーアップしたよっていうことでございます。でまあまあ昔のも新しいのもこうやって一つ、
まあ2つですけどね、こうつながってるこのボディの部分つけてくれてますからね。実は本当の本当のシークレットって言ったら、これ浮力高いですか、これちょん切ってこれをマス張りとかでやったら、もうこれはなかなか汚いんじゃないかなっていうぐらいすごい菊むしる愛になりますからね。これはこれで大切に使いましょうっていうことで、案外ですねこれなくならないんですね。最初接着剤で接着してくれてますから、まあまあそんなになくならないっていうことで、自分は大概我慢できずにですね、こっちだけ、もしくは昔のこっちだけですね、これだけ単体でめちゃくちゃ釣れるんで、これでよく魚釣ってたなって。でだいぶこれ自体も自重があるんで結構飛ぶんですよ、うん、まあこれは大切に使うとして、まあまあこんな感じで、ピンクの方が新しいやつですね。で緑の方が古いやつ、若干浮力アップしてるんじゃないかなとこのように思います。あとは重さなんか変わるんですかね。重さもちょっと測っときますかね、これは変わらないかな。ちょっと水も含んじゃってますからね、ちょっとドライな状態じゃないんですけど、フジンスパイダー新型、はい、2.6g、 2.5g ですかね。旧型、2.6g、 旧型の方が何ですかね、これ水吸ったのかな、なんか若干 0.1g ぐらい重いですね。ほぼ重さは新型旧型変わらないのかな。ただぶっ飛ばしたい時はここにフックアンガーついてますからね、ここにトリプルフックしょわせようもんだったらすげえ飛ぶようになるんじゃないかななんていうふうに思います。で12番っての知らないで、8番っての買ってきちゃったんですよね。これ売ってる中で、その釣り具屋さんの中で一番ちっちゃいなと思って、風神に乗っけようと思って買ってきたら、ちょっと8番だと大きいみたいですね。ただこのフック黒くてすごいお気に入りなんで、こんなのがしょわせられたらいいよなと思って、夢を持って買ってきたんですけどね。8番で浮くのかな、ちょっと軽く引っ掛けて浮かべてみますね。8番フックをしょわせて落としちゃうかな、どうかな。あ、一応どうだろう、12番推奨ってことですけど、まあこれでスプリットリングかましたら一気に沈むようになるとか、そういう微妙な世界かもしれないですけど、一応8番フックをくっつけても、浮いてはおりますね。ちょっとだから、まあせっかく買ったから、新型この8番フックオープンウォーターではつけてやってみようかな。でスモールマウス対応オープンってことはどういうことなのかっていうと、まあ結構スモールマウスってのはカバータイトっていうよりも、なんかゴミが溜まってるような潮目みたいになってるところとか、あとシェードになっているところって感じで、結構沖をぐるぐる餌を探して回遊してるんで、オープンウォーターにペチャコーンって投げると、それで、うまいところに落とせればオープンウォーターで食ってくれることが多いっていう感じで、スモールマウス対応でこういったトリプルのフックも背負えるよっていう風に書いてあるんじゃないかなと思います。逆にラージマウスはどちらかっていうとカバーに、寄り添っていて、夏なんかだとシェード周りとか、まあちょっと、込み入ったところに投げ込まないといけないっていうイメージから、まあこういったトリプルフックを使うよりも、このガード付きで引っかかりづらいこの仕様で狙う、これがラージマウス用って考えると、まあオープンウォーターでもこういう感じでガチッとかけに行くよっていう、こういった時にこうスモールマウス対応って書いてあるのかななんていうふうに思います。裏の方にあと、じゃあなんか説明書きで込み入ったことが書いてあったら見逃すとあれなんで、一応読んでいきたいと思います。トーナメントシーンを席巻した元祖虫系水面波動フィネスジグ風神スパイダーが各パーツを再構築、さらにアップデートして2017年にリニューアルデビュー、超軽量虫型フローティングラバージグと高浮力マトリアルサイオンワームトレーラーをセットすることによって、最高レベルの遠投性能とアキュラシーを実現した風神スパイダー、
2005年なんですね、もう昔のは。2017年モデルはさらに新開発のスケルトン系高浮力樹脂を採用し、透明感のあるボディでシルエットをぼかし、目のいいバスも見切らせにくくする効果をアップデートしました。さらにスモールマウスの超ショートバイトを確実に取るため、虫の足をイメージした極小細軸トリプルフック、トラウト用細軸12番推奨を追加できるトリプルフックアンガーをビルトイン、裏に愛がついたということですね。そしてよりカバーをタイトに攻めるために、モノガードのガードパワーを再テストの上でベストセッティング、水面に落ちた虫を演出するようにスラックラインを十分に出し、できるだけ移動させないように自然な波紋を可能な限り長く発生させることがポイントです。小さいシルエットからは想像できない驚異的な集客効果を発揮します。またルアーの存在をバスに気づかせるために、軽くトイッチするとペンシルベイトのようにドッグウォークしながらアピールさせることもできます。プライベートではもちろん、トーナメントですら驚くべき効果を発揮するインセクトラバージグの究極進化系、それが風神スーパースパイダー。あ、これ名前変わってんすね。風神スパイダーじゃなくて、これ風神スーパースライダーになって、あ、じゃあスライダーじゃない、もうこっちだ、昔のが風神スパイダーで、新しいのが風神スーパースパイダースパースパイダーでございます。全然気づいてなかったです。で、推奨タックルは6フィートのウルトラライトからライトクラスのスピニングロッドで、ラインは3から、5ポンドラインで、フロローはないということで、B の場合は 0.45 から 1.55 を推奨しますということで、トリプルフックをつける場合はトラウト用細軸の12番サイズを、お願いします。あと使用上の注意ってことですね。風神スパイダーのヒット部分を持ってバスを口からフックを外したり、バスを持ち上げたりするとヘッド部分が破損する恐れがあります。ヘッド部分を、ペンチでそっと外せってことですかね。ここを持ってガッガッガッってやると、ここぶっ壊れるかもしれないよって、こういった注意書きが、小さく書いてあるんで、大切に使いましょうということですね。いやー、もう今年も虫系ルアー、出揃ってきましたね。まあ各社いろんな虫ルアー出てますけども、最近だと人気なのはこのギズモッチですよね。で、あの今江さんのブログでこのケツの部分をちょん切ってここにつけて風神ギズモって、もう超絶お金のかかりそうなルアー紹介されてましたね。お前も真似すればみたいに思われるかもしれないですけど、ちょっとビビってそこまでは、まだやる勇気がないんで、このこっちですね、ギズモの針とかがどうしようもなくもう使えないなってなったら、団長の思いでちょっとここ首を切ってそういったチャレンジしてみようかななんて思いますけどね。まあちょっとこう浮きの姿勢の違いなんかも見ておきますけども、ボリューム感はだいぶ似てるんですけどね。このギズモの方が針先がより水中に入り込んでる、そんなイメージでしょうか。このギズモはギズモで、これ単体で 3g ちょっとぐらいあるから、すごい飛ばしやすいな、ポイントに入れやすいなって、あと1点シェイクしやすいなっていう感じがありますけども、まあ元々はこの風神スパイダーもそこら辺ものすごい使いやすいなって以前使っていた時感じておりますので、まあ、ここら辺の、まあ、新旧も含めて、だいぶバスも水面で捕食してくれる、楽しいシーズンですからね。ここら辺を携えてですね、亀山ダムなんかに行って、ムシルアの釣り頑張ってみたいと思います。はい、というわけで本日はこれですね、今勝から新しく出た風神スーパースパイダー、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。